どうも、こんちゃでございます。お腹空いたんで、カップ麺でも食うという動画なんですが、今日用意したカップ麺はこちらです。富田富田でございますね。超有名どころのですね、ラーメン屋さんでございますね。つけ麺屋なんですけどね、私結構富田はですね、何回か行ったことがございましてですね、本店の方はあんま行かないんですけど、神保町の方にですね、支店とかですね、あと水道橋の方に支店とかありましてですね、あの辺は随分通ったものでございましてですね、それでですね、結構食ったんですよ、富田。それで、じゃあ、懐かしい味なんでね、昔の記憶の頼りに本当に似てるのかというですね、そういったことをやっていこうということでございますね。明星のですね、富田ですね、明星から出ております富田のカップ麺ということでいただいていくというですね、どれだけ似てるのかということですね、やっていきたいと思いますね。中身すごいですね、派手ですね。袋がですね、4つも入ってますね。まず火薬、それからですね、オイル、それからですね、後入れポークオイル、あと後入れ醤油だれということで、いろんなものが入ってます。4袋も入ってですね、カップ麺ってさっと急いで食いたくみたいなんだけど、結構めんどくさいですね。で、中の麺がすごい少ないですね。少ないですね。見るからいいですね。これしか入ってなくて、で、ここまで、お湯の量がここまでなんで、非常にですね、入れ物でかいんですけど、量が少ないっていうですね。揚げ底だよな。だからこれさ、要するに、このお湯のラインがこの辺で、ここまでなんです。それで、麺がですね、麺がですね、この高さなんで、だいたいこの辺までしか麺が入ってないですよ。で、この辺までしかお湯を入れないってことなんで、すごい揚げ底ですね。めちゃんこ揚げ底で、で、お値段も結構高いということですね。非常に、開けた瞬間で結構ムカつく作りでございますが、それでも100歩譲って美味しければですね、いいんじゃねえかなと思うんで、まずお湯を入れたいと思いますね。で、4分間待てということでございますね。お湯を入れて4分後、特製ポーク、4分やった後ですね、まずですね、まず特製オイルを入れて、よくかき混ぜ、特製ポークオイル、違うな、これだな。まず特製、違うわ。この2つだ。まずですね、4分間経ったら、この2つを入れて、食ってくださいと。それで、半分食ったら、この山椒カエル特殊オイルというのを入れて、さらに、楽しく召し上がってくださいというようなことでなっているということでございますね。めんどくさいですね。そして入り口にはこうですね、もうこれはこれしか入ってないんで、もうどんな傾けても大丈夫みたいな感じでございますが、ここに富田のですね、社長さんのですね、顔写真がボンと出てるみたいな感じですね。富田のラーメンはね、高いっちゃ高いんだけど、安いっちゃ安い。なんか1000円しない微妙な高さみたいな感じですね。そんな感じでございますが、本当にですね、もうこのカップ麺ね、頭くるぐらい量が少ないですね。なんか2口ぐらいで食っちゃいそうな感じですね。なんか、半分食べて、味変してくださいとか言いますけどもですね、半分食べる前に、一口でですね、全部食っちゃいそうなぐらいの量でございます。さすがにそれは無理かみたいな感じですね。じゃあちょっと後入れのね、このスープをね、これ全部油ですね、中に入ってるのね。油をまず入れたいと思いますね。油を全部、4分経ったの、いいや、細かい話もいいや、俺もう、めんどくさくなって、もうこの量の少なさでもう僕はすでにですね、テンションがだだ下がりでございますね。富田そんな量少なくないけどね。で、富田って決してね、量はね、あれ、富田ってでも大盛り無料じゃないんだよな、確かあそこはな。あそこは、なんか量増やすごとに、もともと富田ね、結構高いんで、安いんだけど、あの手のラーメン屋にしちゃ安い方なんだけど、やっぱ高いみたいなんですね。そういうお店でございますね。じゃあ、この2つをこうね、タレを全部入れたんで、これは捨てて、で、割り箸は一応、新品の割り箸でございまして、新品の割り箸使って、こうやってですね、こういうふうにやって、で、これを全部、すごいっすよ。面白いっすよ。これですね。
いろんな、食べ方がですね、食べ方のうんちくっていうのが、普通はですね、この表に書いてるんですけど、こちらの裏蓋にいろいろ書いてあるんですよね。なんか、さっき俺がうんちくいろいろ述べてましたけど、この裏蓋に書いてあるというですね、まあ、なかなかですね、すごいんだか、アホなんだか、利口なんだか、よくわかんないような、こんな感じですね。じゃあ、ちょっとですね、戻した麺がですね、これでほぼほぼ全部です。要するにですね、量的にですね、これでほぼほぼ全部なんで、一回で箸で全部つまめるぐらいの量しかないということでございましてですね、ムカつく。じゃあ、いただきます。うん。スープ。富田かな、これ。富田のような気がしないですね。なんかね、これはね、これは富田じゃないね、これはね。うん。このスープね、例えて言うんならね、某立ち食いそば屋の、某立ち食いそば屋ね。某立ち食いそば屋の、期間限定で出るラーメンの豚骨版みたいな味ですね。うん。要するにあんま美味しくないな、これな。あんま美味しくないぞ、これ。で、これですね。麺ですね。麺はどうなんだろうね。麺はね、うん。うん。全然普通のカップ麺ですね。もう、外れですね、これはね。うん。うん。麺もね、なんかよくね、いろんなとこであるね、あれかな?ラオウ生麺とかあるじゃん。なんとか生麺とかさ、あるじゃん。明星、明星なんとか、生麺みたいなのあるじゃん。ちょっと値段の高いカップ麺。あれの量の少なくてちょっとまずいやつ。うん。うん。これはひどいな。これはひどいな。これはダメですね。これは。うん。うん。うん。富田はね、富田自体はそんなまずくないから、うん、まあ行列してるときは俺絶対めんどくさいから入んねえんだけど、じゃあちょっと味変ね。ただうん、空いてるときはね、俺富田はね、まあ時々入ったもんですけどね、まあ全然これ富田の味じゃないですね。これ全然富田じゃなくて、明星、これ明星なんだけど、ここに明星って書いてあるし、明星なんですけど、明星の普通のカップ麺の、豚骨版のちょっとまずいやつです。はっきり言います。これ、普通の明星のカップ麺の方がうまいです、これ。うん。うん。もう、またこの山椒の生姜とか入れるともう生姜の味しかしなくなったね、もう。うん。これはダメだな。これはひどいな。これはひどい。うん、これは進めない。これは進めない。うん。僕も、それほど熱心な富田の信者ではないけど、結構富田はね、まあ、行ったですよ。本店じゃなくて、神保町とか、水道橋の支店には、何回か、うん。月に2回ぐらいは行ったもんですよ、結構。うん。だから富田は、嫌いじゃない。富田はですね、嫌いじゃないというか、むしろ好きな方のラーメン屋ですよ。でもこれはひどい。このカップ麺はひどい。うん。このカップ麺はね、おすすめしないですね。うん。うん。うん。普通のラオウ買った方がいいですね。これ、明星のね。なんか、普通のカップ麺あるじゃないですか。ノンフライタイプの、ノンフライタイプの、生麺タイプのカップ麺あるじゃないですか。あれでいいです。あれで十分です。もう全然。そっちの方がむしろ麺の方が美味しい。しかも量が多い。こっち量が少なくて美味しくなくて値段が高いというですね。なんていうか、うん。あらゆる意味で罪悪みたいな感じですね。うん、美味しくないですね、これ。うん。ダメだな、これ捨てようかな。っていうかまあ、量は少ないんで捨てようかなと思うけど、ほぼほぼ食っちゃったけどですね。なんか、うん、美味しくないから捨てようかなと迷ったぐらいの時にもう食べ終わってるぐらい量が少ないみたいな感じですね。うん。これはおすすめしないです。これは買っちゃダメです。はい。うん。
麺が少ない上にスープも少ないんだけど、なんかスープもそんな入らないんだけど、あまりにも麺が少ないんでずっとスープを飲んでるというですね。これはダメだな。これはひどい。まあいくつもカップ麺俺は食って主食もしましたけど、これはですね、一番ひどいです。はい、一番ひどいですね。というわけでですね、これは富田を名乗るに値しない味ということですね。まあ、富田自体はね、私もね、何回か、月に2回ぐらいは通うぐらいの、まあ、悪くないと思うんですが、このカップ麺はダメだということでございますね。はい、以上になりますね。どうもごちそうさまでございました。というか、まあ、量は少ねえわ、美味しくはないわ、値段は高いわ、なんか救いがあるのか、ないです。以上です。ごちそうさまでした。